皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ミャオスジャパン Vlog へようこそ。私はミャオです。今回はですね、ある企画をやっていきたいと、思っておりまして、企画の名前は、ミャオとのおしゃべりという企画に、なっております。この企画では、私ミャオとゲストの方がいろんなことについて気軽に話していく企画となっております。今回はですね、あるゲストの方をお呼びしましたので、早速紹介していきたいと思います。ゲストの方は、青空ベージュのハルさんです。はい。はい、ハルさん、こんばんは。あ、こんばんは、ミャオさん。あ、元気ですか？はい、元気です。え、ハルさんはどうですか？はい、なんか私はね、最近は元気ですけど、でも仕事と学校とちょっと急いでいます。はいはい、あ、はい。え、今日は何しましたか？一日。ああ、そうだね。ちょっと今日は会話の授業もあるから、この会話の授業でナミーナに会話とか教えたり話したりして、うん、まあ、学校はまだないんですけど、だからこの新しい動画とか作るためにいろいろ準備したり、はい、なんか会話の授業をしたりやってます。いいですね。なんか、はい、ちなみに晩ご飯は食べましたか？はい、そうですね。なんか私たちレコード今してる時は多分ミャンマーの時間は9時50分ぐらいですね、はい、私は9時ぐらいでもう食べました晩ご飯は。あー、よかったですね。ミャンさんはどうですか？ミャンさんもう食べましたか？はい、私はもう日本時間12時過ぎてるのでもちろん。あー、なるほど。はい、もう食べました、はい、ありがとうございます。はるさんに日本についての質問を、3つのコーナーに分けて聞いていきたいと思います。では、はい、早速最初のコーナーに行きたいと思います。はい、最初のコーナーに行く前にちょっとだけワーミングアップとしてはるさんにやってもらいたいことがあります。はい、何ですか？今見えてますかね、これ。はい、見えてます。庭には庭鳥。ちょっと待って、庭には庭鳥がいるという。これ私下手ねんですよ。やつを3回言ってもらってもいいですか？ああ、そうですね、まずはゆっくりでしてもよろしいですか？ああ、いいですよ。ちょっとなんか難しい。そうですかな、庭には庭鶏がいる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 。おお、うまい。おー、パチパチパチ。はい。すごい。ありがとうございます。あ、私。なんかそうですね。なんか私も、これについてちょっと覚えたことあるんですけど、うん、例えば、はい、バス、ガス、爆発、ブス、ガス、カイドとか。なんか、ニャンさん、行ってみてもよろしいですか？バス、なんですか？バス。バス、ガス。はい。バス、ガス。はい。爆発、ブス、バス、ガイド。ちょっと待って、覚えられない。バス、ガス、爆発。バス、ガス、バス、ガス、爆発。そうそう。ブス、バス、ガイド。ブス、バス、ガイド。バス。そうそう。ちょっと待って。バス。あ、バス、ガス、爆発。そう。で、ブス、バス、ガイド。あ、ブス、バス、ガイド。3回ですか？そうそう。バス、ガス、バス、バス、ガス、バカス、ブス、バス、ガイド。バス、ガイド。そうそうそう。バス、バス、ガイド。すごいですね。いや。バス、ガス、爆発、ブス、バス、ガイド。そうですね。なんか、結構難しいんですよ。うん、私の方にも。はい、多分、1日中くらいはかかりました。はい。ああ、すごい。なので、まあ、すごいですね、皆さん。うん、いや、すごくないんですよ。めっちゃ下手くそに言ってますよ、一応。はい。いや、ありがとうございますね。では、はい、もう、ワーミングアップもしたということで、最初のコーナーに行きたいと思います。最初のコーナーは、ドン、はい、来日後に行きたい場所3点。パチ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 。はい、これを聞いている皆さんの中で、来日した人と来日はまだという方など、まあ、いろんな方がいらっしゃると思いますが、日本のここに行きたいなとか、まあ、この場所には絶対行きたいなという気持ちは皆さんそれぞれあると思いますね。それで、ハルさんにちょっと、もし日本に着いたら行きたい場所3点についてちょっと聞いていきたいと思うんですけど、どうですか、ハルさん。はい、大丈夫ですよ。なんか、その質問はね、
答えるのが難しいんです、うん、なぜ難しいだというと、はい、私には行きたい場所がたくさんあるんで、はい、まあ、ここも行きたいしそこも行きたいしあそこも行きたいので、はい、だからそうですね、なんか、この中に一番行きたい場所だとしたら、まずはこの東京ね、東京の東京スカイツリーとか東京タワーとかへ行ってみたいです、なぜかというと、この私が昔日本語を勉強している時に初めて会った日本人の友達は東京スカイツリーとか東京タワーの写真とか送りましたので、なんか行ってみたいなって考えたことあるので、なのでこう日本へ来たらこの場所はまず行きたいですね、はい、いやいいですね、はい、なんか私もなんかまあ、実際に行ったことがまだないんですけど、はい、時々、まあ、通ったことがありますよね。だから、あ、めっちゃ綺麗ですよ、本当に。え、日本なんて行かないですか？私なら、ぜひ行くと思うんですけど。はい、なぜかまだ行ってないんですね。まあ、機会があったら行きたいですね。すね、じゃあ、行ってみてください。はい、春さんをぜひぜひ行って、はい、写真とか撮ったり、はい、ビログとかやったりしたらいいんですね、はい。はい、もちろん行きます、日本行ったら。はい。はい。はい。